はい、皆さんこんにちは、モンです。今回はですなんですけども、はい、今回なんですけども、以前の動画で富くじの動画出しさせていただいたんですけど、でその時に私振ってセリカかなんか当てたんですよね。え、これってもしかして自分車種当てる才能ある？今回は、まあ、前回5台しかまだ20分の5 4分の1しか開封できてないんですよね、このくじを。なんで今回は、まあ、これってこの20種類、あ、まあそうか、5台引いてるから15種類の中で、まあ、これって決めたやつを振ったり振る感覚のみで当てたいと思います。あの前回動画撮り終わった後に知ったんですけど、あの箱あるか、え、これです。こういう箱のここに番号があるじゃないですか。番号を実はその車種ごとに決まってるらしくて、マジで知らなくて、え、それめっちゃなんか番号を見てなんかやらせでやったみたいな感じになっちゃったんですけど、マジで番号全部覚えてないどころか知らなかったんですよ。車種の番号は一切わかんないです。はい、なんなら目つむって撮ってもいいしね。あ、髪の毛ではちょっと出していきましょうか、はい、前回のまんまです。配置も一切動かしてないんですけど、旧車系は多分大体同じような重さで同じような大きさなんで、まあそうですね、今回はちょっと大きめの、まず1台目、あとで旧車やろう。うん、じゃあまずは大きめのクイクルマから、探していきたいんですけど、このセドリック行かせていただきます。配置はね、あの1回変えませんからね。また髪の毛なんでハゲた？ということで、まあ今から写真でやっていきたいと思います。まずここですけど、あ、絶対違いますね、セドリック。お、これ怪しいっすね。これちょっと怪しいです。まずは横の振りで決めていきましょうか。あ、待って、これも怪しいぞ。ん？これ違うな。これ多分パトランプついてるケース、多分違う、絶対違う。やばい。お、怪しい。違う。一応今怪しいと思ってんのが、あ、どれだっけ？忘れちゃった。これ、か、よいしょ。これ、か、違う。これです。じゃあまあ、こう縦に振ってみましょうか。ね、売り場でするとめっちゃ迷惑ですけどね。破損とかの危険もあるけど、もう自分のなんて何してもいいっすね。あー、なるほど。あー、これちょっと違いますね。お、答え出ましたね。これです。はい。はい、これ絶対、この、青いセドリックです。絶対です。じゃあ開封していきましょう。もうこの中身は分かってます。確実にセドリックでございます。はい。カモン、セドリック。わあ、なんかセドリック日本製やったなー。ああ、もう一回やらせてください。お願いします。もう一回やらせてください。マジかよ。いや、確かにセリカは紛らわしいっすね。セリカ見ましょうか。いや、カラーリングかっこいいな。かっこいいのが腹立つぜ。セドリック、来なかった。マジか。セドリックリベンジ。しましょう。でもこんなんじゃ、下手な鉄砲も数打ち当たるですから、ちょっと車種変えましょうかね。うん。こっちのね、これにしましょうか。いや、この、この、
セドリック行きましょう。こっちのセドリック行きましょう。はい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 。こっちのセドリックね。これワイドホイールなんで、ホイールが当たって、あんまり、ならないんじゃないかなと思いますんで、多分ね、これだと思いますよ。はい。これ絶対この、セドリックス、白、シルバーの。これはマジで間違いないです。これね、セドリックですよ。皆さん、セドリック。もうトミカ集めるのやめようかな。これ当てていきましょう。これっすね。はい、これ絶対ケンメリー。いやマジで頼む。もうこのままじゃ終われないよ。頼む、お願いします。ケンメリー、ケンメリー、カモン。平然と進めるよ。もう平然と次行っちゃうからね。もう本当に初心に帰ってて、最初の目標、こいつ、狙います。もう絶対次で当てます。見てて、見ててください。でも、ここ二つ取ったら、欲入れが少ないのが、もうないから、ってなったら、これか、これか、これで三択なのに、二択になっちゃうんだけど。どうしよう、怖っ。もうね、もうこの3台って絞ったんですけど、この3台のどれかがセドリックです。ちょっと耳を澄まさないと。あー、パン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 って聞こえますね。あ、これはちょっと硬い感じ。これちょっとなんかサスがホワンホワンしてる感じですね。なるほど。サスがホワンホワンしているということは、ちょっとスーパースピード系の細い車軸だったりするんじゃないですか。まずタイヤの音かもわかんねえな。でもだいたい長さ一緒なんで、横幅って言ってもね、あとは高さですよね。高さで言ったらさ、どうだろう。セドリックのこのこっちが一番高くて、でこれかこれかが一緒ぐらい感じじゃない。これが白いセドリックなんじゃないかと予想します。こっちが 3,4 節ありますね。つまり一番揺れがでかい、この絵が青いセドリックってことになる。しゃあ、これが青いセドリックだ。これでいきます。本当に頼むぜ。頼む、本当に頼むんだ。お願いお願いお願いいたします。これが青いセドリックだ。まあ要するにこれかこれですよね。ワイドホイールなんで、ワイドホイールってほらもう車幅超えてるじゃん。だから揺れが少ない方がセドリック、白シルバーの。つまりこっちがこっちのセドリックってことになるが、高さ的にはこっちだと思うんだよね。重さ、いやー変わんないように見えるが、こっちでいきます。ちょっとね、こっち重いんだよね。ちょっとトミカのセドリック重いから、これが青いセドリックです。本当にこれが最後の最後、本当に当てます。いや、もうすでに当たってますよ。もう自信ままですね。もうこれだけ外してるんで、はい、もう失うものは何もありません。これがね、もうはい、さすがにこれ決まりです。これは確定です、さすがに。よし、青いセドリックだ。じゃじゃーん。うわー、すげー、青いセドリック当てちまったぜ。うぃー。ご視聴ありがとうございました。